どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、東海北陸ブロックの静岡、愛知、岐阜、三重、石川、富山の2020年度、問い51から問い60までの過去問の解説について、過去問解説をしていきたいと思います。過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。問い51番です。質、思想の農薬に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。はい、A は正解、そして B なんですけど、質薬は歯の鬱色、虫歯のことですね、による質を応急的に沈めて、歯の鬱色が修復されるのを促す効果はありません。はい、なので応急的に秋までも沈めていく効果しかございませんので、修復を促していくそんな働きはございませんので B は誤りです。はい、そして C は正解、そして D ですけど、内服薬で用いる歯槽膿漏薬と同じまたは同種の有効成分が配合された胃腸薬を併用した場合でも副作用が現れやすくなる恐れはないよう、そんなことはありません。同種のものに関してはですね、やはり副作用出てくることもございますので、しっかりとですね、分けて、使っていただきたいと思います。ということで、D は誤り。ということで、1番が正解となりました。では次行きましょう。問い52番です。ビタミン成分に関する記述の整合について、正しい組み合わせはどれかということで、答えは3番が正解となります。3番が正解ですね。A は、ビタミン C はタンパク質の代謝に関与し、ということで、この記述はですね、ビタミン B6 の記述になります。ちなみにビタミン B6 はピリドキシンって言っておりましたよね。はい、で、そんなビタミン B6 は、タンパク質の代謝、大丈夫でしょうか。三大栄養素のタンパク質の代謝に関係してきますので、なんで、あとはそれ以外にも皮膚や粘膜の健康の維持だったりとか、あとは神経機能の維持とかに、そんな働きをがありますので、なので、三大要素、例えば糖質の代謝に関与するのはビタミン B1 でしたよね。そうですよね。それから脂質の代謝に関与するのはビタミン B2 でしたよね。はい、ということで、そのあたりもですね、しっかりとビタミン B1、B2、B6、三大栄養素の代謝に関係してきますので、そのあたりまとめて押さえていただくと覚えやすいかなと思います。はい、ということで、A は誤りでしたね。はい、それから B は正解、それから C、ビタミン E は夜間視力、視力ということで、目と来たらビタミン A ですね。はい、ビタミン A はね、別名レチノールとも言っておりました、夜間視力に関与してきますので、ビタミン A が、不足してくる、欠乏していきますと、夜盲症というところですね、出てきますので、なので、ここのところ大丈夫でしょうか。欠乏症のところではですね、夜盲症というところ、出てきますので、ビタミン A の欠乏症なんだなというところもよく出てきますので押さえておきましょう。はい、そして D は正解ということで、答えは3番が正解となりました。では次行きましょう。問い53番です。1から5で示されるビタミン主役製剤の製剤の配合成分のうち、妊娠3ヶ月以内の妊婦、妊娠していると思われる女性及び妊娠を希望する女性が特に過剰摂取に留意する必要があるものはどれでしょうかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。レチノールでしたね。ビタミン A です。ビタミン A は上限があります。ビタミン A の不足はですね、欠乏症としては夜盲症でしたけど、過剰になりますと新生児に1000点以上などが出てきますので、なので過剰症というところもですね、気をつけなくちゃいけないんですけど、そんなところでは、じゃあ上限というのが決まっておりまして、4000国際単位という IU、インターナショナルユニットの IU って書いてあったりもするんですけど、4000国際単位が上限となっております。そして1万国際単位、を摂取した上で、新生児に1000点以上が起きたという事例があったので、そんなところでは4000と1万というところですね、しっかりと数字覚えるようにしてあげてください。よろしいでしょうか。はい、ということで、答えは2番が正解となりました。はい、では次問い54番です。需要競争保険薬及びその配合成分に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。
A、十全大補湯は体力虚弱で元気がなく、そして疲れやすいとかっていろいろあるんですけど、そうなんですよ。で、十全大補湯って疲れやすい人に使っていくんですけど、ただ、十全大補湯はそれだけじゃないんですよ。いろいろ読むと書いてないものがあって、十全大補湯は、貧血の適用があるんですよ。そうなんですよ。なので、この記述は、補中益気湯の記述になっちゃうんですね。そうなんですよ。十全大補湯は、十全大補湯に関しては、疲れと貧血に対して適用があります。でも、補中益気湯は疲れのところに適用があるので、なので、ここの使い分け、しっかりと押さえておいてください。だから、補中益気湯は、単純に、こうなんですかね、元気を与えてくれます。元気。元気を与えてくれます。それから、十全大補湯は、元気、プラス、血を補ってくれます。というところで、ぜひ押さえていただくといいかなと思います。はい、なので、補中益気湯は元気なんだな。そして十全大補湯は元気も補うけど、それから血液も補ってくれるから、だから貧血に適用があるんだなっていう形で押さえていただくと覚えやすいと思いますので、ぜひぜひこの2つ使い分けていただきたいと思います。はい、ということで答え、この A はですね、十全大補湯じゃなくて補中益気湯の記述となりますので×となります。はい、そして B と C は正解。それから D、 グルクロノラクトンに関しては、グルクロノラクトンはこれはですね、あれなんですよ、間欠流とかにアプローチをしていくんですけど、今回米油というところで抗酸化作用ビタミン E と組み合わせるというところでは、はい、これはですね、ガンマオリザノールの記述になります。ガンマオリザノールですね。はい、よろしいでしょうか。ちょっとここだけに書いておきますね。ガンマオリザノール、ガンマオリザノールの記述になります。はい、ということで、ここの D は誤りとなります。米油由来のものでガンマオリザノールありますので押さえておきましょう。はい、ということで、問い54番は2番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い55番です。漢方及び漢方処方制剤に関する記述のうち、誤っているものはどれでしょうかということで、はい、誤っているのは4番が誤っております。4番どこが違うかというと、生薬成分を生薬製剤は生薬成分を組み合わせて配合された医薬品で、漢方処方製剤と同様にということで使用する人のというところで、生薬成分、複数の生薬成分を組み合わせたものは漢方処方製剤になっちゃいますので、生薬製剤は主にこう単剤で使っていくようなものが、該当してきます。ただ、肝臓糖とかっていうのは一応漢方処方製剤ですけど、肝臓糖は、一つの、生薬しか入っていませんけど、まあ、それはちょっと例外的なもので、ほとんどのものはですね、複数の生薬を組み合わせたものが、漢方処方製剤というものになりますので、ここ、しっかりと生薬製剤と漢方処方製剤の違い、見分けておいてあげてください。はい、ということで誤っているものは4番となりました。では次行きましょう。問い56番です。生薬成分に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。 A は正解、 B、 暴風は豆科のクズの、周囲を、除いた根を起源とする生薬でありとあるんですけど、豆科のクズときたら、これは、カッコンになります。カッコン糖のカッコンですね。はい、なので、暴風というのはちょっとこっちに書いてみました。セリカの、暴風のね、そして根を使っていきます。はい。なので、B は誤りですね。そして C は、猿の腰掛けかの松ほどの金閣で、これもよく出てきます。キノコの、キノコをこう崩して、生成したりとか、そのキノコそのまま使ったりすることもありますので、そんなのが伏量というもので、利尿作用とかがあります。はい、それから D、最後は、これ最後。セリカの、三島最後のね、というところになります。三島最後、三島ってあるじゃないですか。静岡県に、そうですよね。静岡県の三島にありますよね。なので、三島大社とか大きい神社ありますよね。はい、そこで取れる有名なものになりますので、なので、この辺りはですね、しっかりと、
日本で有名な生薬となりますので、しっかりと覚えておいてほしいんですけど、まあそんなところでは、知っといて覚えておいてねっていうところの多分試験作為性委員のね、考えがあるんじゃないかなと思います。で、そんなところで、まあ、金峰外科の花鳥兜って、鳥兜って出たら、ね、鳥かぶとは武士ですよね。そうなんですよ。ということで、そこもつなげといていただきたいと思いますので、B は誤りとなります。はい。ということで、A と C の1番が正解となりました。では次行きましょう。問い57番です。消毒薬及びその配合成分に関する記述の整合について、正しい組み合わせはどれかということで、はい。こちら答えは4番が正解となります。A は正解、B なんですけど、次亜塩素酸ナトリウム、ですよね。次亜塩素酸ナトリウムは、いわゆる漂白剤と呼ばれるやつですよね。はい。それは強い還元力じゃないんですよ。酸化力になっちゃいます。なので、強い酸化力を持っておりますので、ここのところ十分に気をつけておいてあげてください。はい。ということで、B は誤り。そして C は正解。それから D のクレゾール石鹸は、結核菌を含む一般細菌、心菌、ウイルス全般に全部使えるよと言ってるんですけど、違います。クレゾール石鹸はウイルスのみ使えなく他は使えますので、はい、そこのところが誤りとなります。はい、ということで、D は誤りですね。ということで答えは4番が正解となりました。では次行きましょう。問い58番です。第1欄の記述は、衛生害虫の防除を目的とする殺菌、殺虫成分の殺虫剤の成分に関するもので出る第1欄の作用基準を示す成分は第2欄のどれでしょうかということで答えは2番が正解となります。ですね、これはフェニトロチオンなんですけど、有機磷系です、フェニトロチオンというのは。なので、有機磷系ときたら、ね、まず見分けのポイントとしては、アセチルコリンを分解する酵素と、不可逆的、ここですね。不可逆的、ここがですね、見分けのポイントです。はい。不可逆的とつくところに関しては、これは有機磷系になりますので、アセチルコリンを分解する酵素である、アセチルコリンエステラーゼと不可逆的に結合してその働きを阻害するのが、これ有機磷系の特徴となりますので、しっかりと押さえておきましょう。はい。ということで、ここ大丈夫でしょうかね。はい。ということで、問い58番は2番が正解となりました。では次行きましょう。問い59番です。衛生害虫と、殺虫剤、危機剤、及びその配合成分に関する記述の成功について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。A、B、C、正解です。例えばですね、A の燻蒸剤は大丈夫でしょうか？これ煙、が出たりとか、あとは、水蒸気が出たりするのが燻蒸剤になりますので、そのところ、イメージしておいてあげてくださいね。はい、そして B と C 正解、それから D、ツツガムシは人への吸血によってとかって書いてあるんですけど、で、いろいろ日本脳炎、マラリアとか、黄熱とか、それからデング熱、デング熱って聞いたことありますよね。そう、デング熱っていうのは蚊です。なので、これツツガムシじゃなくて蚊に対する記述になります。なので、ツツガムシっていうのは、ツツガムシ病と呼ばれる、リケッチアと呼ばれるものの媒介となりまして、ダニの一種になります。ちなみに、そのツツガムシ病のリケッチアというのは、第4類感染症、4類感染症と呼ばれるものになりまして、なので、そのあたりはですね、感染症に関しては特に勉強する必要はないんですけど、まあ、そういったものなんだなと、熱出るんですよ、結構。なので、そういった意味ではですね、デング熱というところで蚊なんだなというところでつなげておいていただきたいと思いますので、D は誤りとなります。はい、ということで答えは1番が正解でした。はい、ではラストですね、問い60番です。一般用検査薬などに関する記述のうち、誤っているものはどれでしょうかということで、誤っているのは3番が誤っております。はい、尿中 HCG の検出反応は、HCG と特異的に反応する抗体や酵素を用いた反応であるため、温度の影響を受けないよとありますけど、これ高温でも、あとは冷蔵庫内でもとかって、冷えてるところもですね、影響を受けちゃいますので、結構こう、妊娠検査薬の、
ですね、このヒト絨毛性性腺刺激ホルモンの HCG というのはですね、これを検出するためにはですね、いろいろ温度の影響を受けやすいんだなというところをしっかりと確認しておきましょう。はい、ということで問60番3番でしたけど、誤ってのは3番となりましたけど、いかがだったでしょうか。はい、ここもですね、比較的難しいなというのはそこまでありませんでしたので、ぜひ、誤ったところはですね、もう一度確認をしておいていただいて、必ず自分のものにできるようにしておきましょう。はい、ということでここまで動画がいいなと思っていただいた方はですね、ご試験、LINE アットなど、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひそちらご登録いただきますと、試験情報だったりとか、あとは質問などもいろいろお受けしたいと思いますので、無料ですので、ぜひ、ご活用いただければと思います。ということで本日も動画を見ていただきまして、誠にありがとうございました。